実家が ATM のトムリーです。いきなり自己紹介からだ。いきなり自己紹介だよ。なんか言われないです。いやいやいや、始まりました的な感じの自己紹介しましょうよっていう。そんな始まった。前回でって怒られたからね、さっき。あ、全部、なんか、ちょっと自己紹介しないから。日本見せよ。あ、どう最初に。じゃあ、枝豆チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。エデジャー編集部のコシアンです。さあ、本日は、大東青春美濃の口店さんで、引き続き。カミカミじゃないですか。はい、皆さんこんにちは、佐藤慎也です。本日はですね。一瞬自己紹介やん、一瞬。こんな感じなんですよ。こんな感じ始まる。前回こんな感じじゃなかった。大丈夫ですよ。あれ、なんですか、ここが初対面なんで。あ、そういや、僕も初対面です。ナイスミーチュー。今始まりました。さっきやりましたけど、まあ、ルールはちょっとね、じゃあ説明しますね。ルールは各チームが、要は前回僕とコシアンさんでやってて、バツさんとマリマさんがやってて、で、要はチームが変わるんですけど、最強のチームを決めるわけです。最強のチームが豪華旅行に行けます。で、決まるのがサマイなんです。はい、前回は両チームがマイナス3000万です。もう一回あの組み合わせやらない限り、もう絶対旅行行けないってことでしょ。そうです。僕がコシアンさんが、あの組み合わせでは行けないってことですよね。でバツさんとマリマさんが旅行に行くことになるんだ。もう現状で。ただ正直、あまりにもちょっとひどかったんで、まあ1回目だし、もしかして泣きの1回っていうちょっと風の噂で、ね、同じね、あ、同点はどうなのかって話なんで。ただ今回は前回みたいなことにならないように、ならないようにしたいと。でも結構学んだんじゃないですか。いや、前回は様子見でしたもんね。そう どういう感じかもやっぱ分かんないんで、まああれはもう農家みたいな感じですよね。コシさん、ご安心ください。私、パチスロよりも早くゲーセンのメダルゲームにハマった男です。大体そうじゃね。20〜30万。いや、それ逆だとやばいっしょ。逆だとやばいっしょ。でも10年前ぐらい前ってことでしょ。そうですね。もう全然違いますよ。マジっすか。全然違う、ね、ただ私、この収録が決まってから2回ぐらいメダルゲームで、あの、予習してきました。すげえ、真面目。真面目なんです。やばいね、真面目チームですよ。じゃあいけるな。めっちゃ真面目チームで、不真面目チームですよ、ここは多分。僕ら、あの、息ぴったりなんで、普段から。はい、そうですね、いつも一緒にいるので。コンビだ。そうです、はい、絡みがありますんで。ちなみに、じゃあ、勝ったら、サマイ的に勝ったらどこ行くんですか、2人は。僕は、ちょっと、実家の熊本に最近帰ってないんで、旅費を出してもらって帰りたい。小さいな、スケールが。スケール小さくない、ちょっと。この、まあ、これを機に。優しいよね、はい、優しい。困るの実家だから。そうです、実家に。あの、すごいコスパいいかなと思って、ね。じゃあ、こっちはどうしましょう。こっちはね、やっぱ日本のメダルの聖地どこなんですか。山口県。本当だよ。山口県ってメダルゲームやったら7年聞いたことない。1回だ。何打ちますかね。でかくて目立つ、うん、要はメイン機種を攻めろと。そうです、そうです。うわ、いい。ああ、これなんか前やってないね。やってないっす。やってない。こっちはどうですか、こっち後ろ。あ、こっちの方がなんかやあ、神神って書いて、三神って書いてますよ。神、神、ゴッドですよ。ゴッド、ゴッド。いや、でも多分朝一状態だからリセット状態ですよ。何なのリセット。あ、こっち玉2つなんで、こっちちょっといいかも。まあ、弾が2個以上あれば打ちましょう。弾2個以上ある。だってあの 3つに行きましょう。でもさ、常連さんっぽい人が別にあんま弾を気にして立ち回ってないんだけどさ、何を気にしてるのかな。分かんない。フィーリング、全く分かんない。何、3つの神の呪王の秘宝殿、三神獣だな。結構保留ガンガン溜まるな。で、保留はこれね、ちょっと貯められそうだな、今溜まってないけど。保留がいっぱい貯めると倍率が上がるんですよ。倍率が上がる。あの、一番左下にレベル1で20と書いてるところは昇格するんですよ。それで上がると基本の当たる枚数が変わるんですよ。はい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 。ちょっと勉強してきました。あ、これ実はこれを三神獣。そう、これをやりたかったんだ。ピンポイントでやりたかったのね。やりたかったです。これなんか面白そうだなと思って。だって最大のジャックポットが1万枚ですよ。一撃、一撃でそれ取ったら勝ちだね。勝ち、もう旅行確定ですよ。その後あのポーカーで熱くならなかったら。そう、ポーカーはね、やっぱ熱くさせるんだよな、あれ。いや、本当あれよくできてる。ダブルアップがね、やっぱね、ガンですよ、ガン。お、オーブリッジ。
オーブリーチ、あ、オーブが出てくるってことか。たまった。で、これが入れるチャンスです。昇格チャンス。でもオーブさすがにあの穴に入んないよ。今いるよ、今いっぱいいるよ、今いっぱい入れて、保留がめちゃめちゃ溜めてたらレベルアップした。俺レベル2になった。あ、本当だ。あ、なるほどね。あそこマックスにするとそうレベル2になるんだ。じゃあ保留が永遠にあるってこと。そう、めちゃめちゃ上げたいです。おー、何スーパーリーチ。もうすでに死ん、あ、死んでんじゃないんだなんで、なんで殺すんですかあ、なるほど。あ、で今オーブ落ちた。忙しい相変わらず。あー、行き倒れた。レベル3までいったぞ。最大確か5ぐらいまであるんで。あ、こんなあるんだ。めっちゃ大人使いですかこれ。え、早い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 。はい、あ、いる、今いるよ、今いるよ、いる、今いるで、今チャンス。じゃあこの上の楽々システムを使います。使いましょう。忙しい。もっと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 。すげえな本当に。楽々システムがあの貯留してたやつをね。もっと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 。レベルアップしてるよ。まだやんの。まだまだまだマックス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 。おっ、うわー、すげえ、めっちゃ使ったな。メル、こっから出てるよ、こっから。めっちゃ使った。え、これでどうだったの。さあこれで、ね、うん、これこっち来るん。あ、ジャックポットチャンスってこと。来るん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 。赤だよ赤。あ、違う、青、青、青は、うわー、一番弱い。青に行ってオーシャンジャックポット。オーシャンズドライブ。オーシャンズドライブ違うだよな。オーシャンパイレーツワールド。あ、あ、あ、ちょ忙しい。オーシャンジャックポットじゃん、これ。オーシャンジャックポット。あ、なるほど、あの落ちたタイミングとか。50。え、あ、そういうことね。まあ、ジャックポットじゃないんだ。なるほどなるほど。かしこまり。かしこまりじゃあとりあえずこれ台は、はい、こいつライドツアーっていう。あ、グランドクロスだ、うん、これ昔やってました。本当に。もう、はい、もうクロニクルはついてなかったんで。じゃあこれにしよう。はい、じゃあ今から一番条件が良さそうな、なんていうの、場所を選んでいきたいと思います。あ、じゃあここにしました。球でも少なかったらすぐ出てきますよ。さあ準備整いました。はい、というわけでやっていきましょうか。やりましょう。グランドクロスクロニクルという、ゲームですね。トイツアーってステーションらしいです。トイツアー、なるほど。ステーションが違うんですよね。なんかいろいろあるんですよね。なんか青色だったり、2、3種類ありますよね。赤色だったり、4つあるのか、まあ、とりあえずやっていきましょうか。はい、こういうメダルをこうやって適当に持って、はい、こうやってやるだけですね。うまっ。そうそう、こうやってピュッピュッて上に上がってくる。こうやって。あー、もうコシさん入れ方がダメですね。え、何が。あの、このプッシャーが出てくるタイミングで入れないと、あの、かさばるんですよね。うん、基本ですね。めっちゃ基本やん。なんでその基本をドヤ顔で語る。タドシはわしゃわしゃわしゃって入れたから。さあ、リーチ。昔のグランドクラスと同じような感じ。本当に知ってんの。はいはいはい、多分そうだと思います。うわ、え、当たりのカード。あ、今あのフィールドにボールが少ない状態なので、そういう時ってスロットを揃うと大体ボールが当たるんですよ。大体3つぐらいまで出てくるのね、はい、ボールね。はいはい、そうそうそう。押していいですか。いいよ。あー、今のは外れたわ。いやいや、わかんないですよ。今のタイミングは外れですわ。これいいとこ来るんじゃないか。ほら、あー、待って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 。あー、ほら、ほら外れた。次俺が入れてみせますか。お願いします。サトシさんよ、前回は何やったんですか。前回はね、だいぶやった、いろんなゲーム遊んでる。おお、まあ、最初が魚釣りのやつやった。あれ面白いですよね。子供とか喜ぶもんな。それをじゃあ40ぐらいのおっさんたちがやったんですか。それはひどい絵面だっただろうな
違うよ、あの新しいやつだからね、あのこういうやつじゃないよ。え、違うんすか、投げるやつじゃないですか。違うね、なんか投げそれじゃない、それじゃない、あるんだよ、新しいやつが。こいつはこれ、戦略的にはどうします。これメダル穴に入れたら1個あのスロット動かせるじゃないですか、はいはい、これ多分段階が多分僕の予想ですけど3つあると思うんですよ。あ、要は保留がいっぱい、はいはいはい、2周3周ですね。保留が色が変わっていくんですよ、たくさん入れると。はいはいはい、そうすると多分報酬もなんか2倍3倍と増えていく。はいはいはい、それそのタイプなのね。はい、じゃあもう貯めましょうよ。ゴリゴリ、じゃあゴリゴリ入れますか。俺らはもう一攫千金狙いと、もちろん了解っす。ステップアップ、トレジャータイム。ステップアップ、何トレジャータイム。やっぱステップアップって言うのかな、ゲームでも。ステップアップ、あ、トレジャータイム。私たちね、トレジャーですからね。もう説明なんて聞かないっす、もう行こう。あ、楽々システムのメロがなくなってる。もう超忙しいなこのゲーム。もうね、バベルより全然忙しい気がするんだけど。バベル暇、あの暇というか平和、平和、バベルめっちゃ平和。これ、これコインめちゃめちゃ使うね。使おう。まあ、その分万枚の夢があるんで考えましょう。確かに。ああ、今日カットイン。嘘だろ、青だぞ。あれ 20% だよ。ああ、いい、ある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 。いや 20% ねえな。おお、スーパーに発展。フルーツパンチを、何、フルーツのシチューを作ってます。フルーツパッション、サニーズクッキング。あ、わっ、うまい、やった。これ多分100枚出る。これ、あ、100枚出るの。100枚、要はレベルが5なんで。あ、なるほど。あ、最抽選、最抽選があった。え、すごい、核変が書いてあったんでね。核変7。おー、あー、残念。これ俺俺俺俺、すごい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 。いや、別にあそこから出てくるのが直で出てくるわけじゃねえじゃん。だレベル5まで持っていけば100枚毎回出るんで、めっちゃこれ大人の遊びだな。ですね。あ、でもこれさ、失敗するとさ、ジャックポットに変わるじゃん。失敗っていうか取ると、やめられないっす。だからバベルを、バベルがちょっと、あ、赤、あ、赤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 、熱いっす。ジャックポット2つ固まってるし。あ、これは来たね。これは来たよ、これ来たよ。あ、いいいいいい、今ぐらい遊んだら、今ぐらい遊んだら、今ぐらい。あ、これいいよいいよ、来るよ。あ、もうちょっと耐えるか。いや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 、あるある、いや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 、あ、どっち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 、50かよ今の。超今、そう、今ちょっとあれだって、下から風吹いたよ。返しだ、返し、返し。だってジャックポットの時、落ちた時さ、ちょっとシュッシュッてこう、なんかシュッてこう、もう次からもうこうしよう。うわー、激アツ。これも赤、赤やばいね、やめられないですね。あ、もう一回来た、もう一回来た、オーブチャンス来た。赤いってほしい。いや、もっともっと、あー、赤、黄色か、今度は黄色か。黄色は一番まずいって。黄色1個しかない。いや、これある、これあるよ。ない、ない、まだ早い、まだ早い、まだ気が早い。まだ遊ぶ、もう一周ぐらい遊ぶ。もうまだあるよ、だってあれ風吹くしな、風吹くし。あー、これは厳しい。いや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 、あらららららら、なんで1個ずれんだよ。外れる、まあ、ちょっとめっちゃコイン使ってるのに今改めてマジで感じちゃいましたよ今。相当高みだなこれ。あ、トレジャータイム出ましたよ、トレジャータイム。でもこれあれだよね、なんかやってて思ったけど、バベルもうコイン落としじゃん、メダル落としじゃん。そうですね、うん、バベルよりいわゆるギャンブル性高いよね。多分それ高いよね。高い、ヘルスピードも速いし、速い、一撃満々は多分なかったもんな。じゃあ、ま、これ赤、赤いきましょう。でも赤か、赤か青、青だよね。でも赤、ああ、押しちゃった押しちゃった、青です。
あ、悪くない悪くない、3つ。しかも固まってるから、あのほら固まってる側で落ちそうになったら超熱いよこれ。熱い箇所がね、だいぶ分かる。いや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 、まだ大丈夫まだ大丈夫、もうちょい今あるよ。いやいやいや、全然大丈夫大丈夫、まだいけるまだいけるまだいける、あるよあるよあるよ、ほらほら、あ、あ、これ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 、あ、核変だ、ようやく来たよ核変、もう一発。うわー、2箱目に手をかけてしまいました。もう大丈夫、禁断、完全に禁断です。あ、ゴールボーナス。さあこれでまた来るんで、クリスタルの枚数でかけ何倍みたいな、お、やば、はい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 、これ76でかけ7とかだったら相当やばいっす。まあ、くるんで、こっちでやってんのか、くるんくるんくるんで青入ればやばいっす。あ、黄色、一番しょぼい、あ、2番目か、あ、あ、で、ここです。次真ん中で10倍、10倍コールくれば330枚。いや、5倍以上来てほしいな。10倍あるよ、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 カモン、カモン、よっしゃ、やった、イエーイ、ようやく今日初めて声が出た、ずっと裏切られてきて。いや、これ青入ってたら700やけど、まあ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 いい、いい、まあ、いい、そこ行っちゃったらなんかゴールな感じあるじゃん。まだまあ旅の途中ですから、我々旅の途中。いや、こんだけメドルゲン熱くなるとちょっとね、正直に最初思わなかったですね。熱い。来い、あ、カットインやった、これはいったでしょう、イエーイ、さあ数字揃いましたよ、ビンゴビンゴじゃないよ、当たりだ。あ、30枚もらいました。これは核変動じゃないのかな、あんまり金まで、金まであるじゃん、3段階までありますね。あ、確変した。あ、だよね。やっぱそうだよね。チャンススイング。あ、ね、これね、チャンススイングがあるとメダルが肌に入りやすい。わ、めっちゃ入りますよ、コシさん。え、あ、なるほど。上のあれが出っ張りが出てくるのね。これであのスロットの穴に入りやすくなるから。あー、確変終わっちゃう。もう終わりじゃないこれで。保留たまんないでしょ、もうこれ以上。青だとやっぱ終わるんですかね、確変。あー、まあ、空中使いだからね、多分そうでしょう。まあ、やっぱ揃うんすよね。今のはサトシの入れた保留だ、あれ。そんなん覚えてました？覚えてる覚えてる。ほんとっすか。ほら、最終戦、え、復活でここでまた確変ありますから、いきますよ。いいよ、押して、うん、はい、これ、俺だった、多分関係だった。いや、さっき俺が入れた保留だって言ったんでしょ。50枚出ましたよ、コシさん、ほら、感謝しなさいよ、感謝しなさいよ、今の感謝しなさいよ、じゃあこれ、確変取れるかどうか次第だな。いや、ほんとっすね、確変状態が続いてくれればメダル減らさずに、来た、お、いいよ、1個来た、あ、2個落ちた、2個落ちましたね、これ。やっぱサード強いよな。どうでしょう、もう4連じゃん、こんな増えました、これ。さすが、じわじわちょっと増えてきたんじゃないですか。うん、パチスロは下手くそだけど、なんてことですか。それそれ、チームワークの良さ。さあ、サテライトナインじゃん。ジャックポットポケットに入るとジャックポットチャンスにいけるんですね、あのでっかいルーレット。さあ、我らの玉がいけ、2個落としましたからね。え、2個、2個、あ、ほんと、もう1個もありますよ。じゃ あの赤いとこに入ればいいんでしょ、あのジャックポットチャンスの、そうね、あの赤色、奥の赤色の JP ってあるの、そういうことですよね、うん、今手前に来てるあそこのジャックポットチャンスに入るとジャックポットチャレンジですよね。うわー、ドキドキする。
まずは1段階目をまず突破しないと。え、1段階目終わったら2段階目行くんですか。あ、多分中のやつはあ、なんか黄色のボールがあるんで、それだったらあっち行く。あーすげえ、ボッサン、ナイス、一発ですよ。これでグランドジャックポットチャンス10分の1取りましたよ。 センターに注目、はあ、10分の1。さあどう、たまらねえこの音。これですごいな、なんでド派手なの。いやいいな。どれに入れるの、これゴールドジャックポットかシルバーに入ればいいんじゃないですか。あの今右から来てます。あ、あ、やばい、 あそこに入れば、入れ、いけ、うわ、だいぶなんか、やめてビンゴ、あ、ビンゴ、え、あっさり入りましたね、結構。え、何ビンゴって。ビンゴは、ビンゴになったラインの数で枚数がアップする。あれ、でも結構溜まってません。3、11、7。なるほど、そういうことか。3か7か11に入ればビンゴ。いや、さっきジャックポット入っても欲しかったな。1ラインでも最低500枚もらえますね。3、11、7。だいぶ番号多いな、おい。多いっすね。あ、3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 、